ロシアはプーチンが暗殺されても次のトップもプーチンみたいなやつがなると思うのですがどうですかえっと時間の問題でなるとは思うんですけどただウクライナの戦争は終わると思いますあの結局その国民性の問題な,んですよ、ね、なのでもともとロシアがソ連の時代もあの暗殺当たり前だしあのまあうついたりとか他の国に戦争行くのは当たり前だしっていうそういう指導者を選んでしまう国民性なんですよね。 なので基本的にはもうロシアに住んでいる人たちがそういう強い人で外に対しても武力を使うタイプの人を選んでしまうというのが多分結果なんですよ。ただそのアメリカってトランプ大統領良くないよねっていう人いるんですけどトランプ大統領が悪いんじゃなくてトランプ大統領を選ぶアメリカ人の考え方が微妙なんですよ。ただアメリカ人がそう考えてるからトランプ大統領という人が潰した時に票を集めるっていうのがあるので。 その基本的には国民ががどううう考えるかっていう結果に指導者がそうなってしまうんですよねなのであのドイツはそのヒトラーっていう人がドイツ人を洗脳したんじゃなくてドイツ人が強いドイツを求めたんですよで強いドイツを求めて勝ち続けるっていうのに希望を持ってその俺たち貧乏な第一次世界大戦で負けた時の借金返して大変っていうので,でそこを一発逆転でやり返してすげえ強いヒトラーっていうのに期待して でそのヒトラーがやってる多少のの悪いいことも見すっっていうのをやったんですよ、ね、要はユダヤ人虐待なんかしなくていいじゃんってうすうす思ってたけどそれを止めなかったと。で止めなくて今まはそのシステムとしてユダヤ人どんどん虐待しようぜっていうのが上の人が言ってるからじゃあ俺たち職員は虐待しますってので虐待して。 でまあ、アウシュビッツみたいなところでじゃあもう虐待これ以上してもなんか人数を減続しちゃったから減らさないといけないよね。でどんどん送られてくるからじゃあこれは減らせってことだよね。じゃあ減らしますっていうので役人としてて普通にに仕事をすするっっいうう風になっちゃうんですよなので一人の狂った人がトップにいるからまずいっていうのではなくあくまでそういうのでちょっとした悪いことでも許容してしまうっていう考え方自体が僕は間違ってるんじゃないかなと思います。 なのであの日本軍が昔戦争した時もあの国民もうすうすこれ負けてるんじゃねって気付いたけど負けそうであるって言ったやつを非国民だって言って攻撃したりとか他の情報っていうのを言う人っていうのをなんかスパイだっていうので通報したりっていう形でその。 賛会みたいなのがあったんですけど要はその国の偉い人たちが言ったことに疑うこと自体も間違いである疑うやつは敵であるみたいな考え方を広めてしまったっていうその考え方自体が僕悪いと思ってるんですよ。なのであのなんか日本人は被害者で軍部が勝手に暴走してあんなひどい戦争をしたんだっていう人もいるんですけどそれを支持しているのも含めて国民性文化性の問題だと思うので軍部だけが悪いっていうふうに責任転嫁するのは僕は違うんじゃないかなと思ってます。